Hey, what's up? キャプテン虎次郎です。今回ですね、学生非課税はどう立ち回ればいいのかということについて解説していきたいと思います。今回も質問いただいています。はじめまして、いつも面白い動画をありがとうございます。ありがとうございます。自分は学生なのですが、非課税デビューしてから半年ぐらい経ちます。もともと14が社会人の方が多い MMO だということは知っていたんですが、コミュニティファインダーなどを見ても社会人のみの FC や LS の募集を多く見かけます。エオルゼア内では学生非課税はこう立ち回れなどありましたら教えていただけると助かります。すごく個人的な質問、長文で申し訳ないです。お体に気をつけてこれからも動画投稿頑張ってください。はい、こちらの質問にお答えしたいと思います。頑張れ若者よ。確かにね、このゲーム年齢層が高いです。まあ、特にね、最近自分だとこういった YouTube 活動をしてて思うんですけども、この14の動画をよく見ていただける方は主に20代後半から以上の方の方が多くの割合を占めてます。まあ、そういった大人の方が多いゲームだからこそ、いろんな考えを持った人や考えが固まってしまっている人も多くいますので、何かと人間関係にぶち当たるゲームだと思ってもらって OK です。もちろんそれ以外にも楽しいことあるんですけども、やっぱり人がたくさんいる中だと、まあ、たまにね、たまにですけどそういうこともあるよっていうことです。で、その中でね、学生というのはこのゲームの中では比較的若い層とも言えますし、少ない部類なのかもしれません。社会人のみ募集しているところは参加が厳しいですが、社会人は多くいるが特に募集に制限してない FC に入ってまずは経験してみるのも一つの手です。まあ、自分のところの FC もそうなんですけども、主に社会人の方が多いですが、もちろんね、若い方もね、入っていただくよとか、まあ制限は特にかけてないです。上が高ければ下もあるというような状況の FC は結構あるのかなと思います。ただ実際問題、そういうリアルの話ってあんまりね、基本的にはしないことが多いので、この人がいくつっていうのはほとんど把握してないところが多いと思うので、まあ、そういう認識でいれば年齢は関係ないのかなと思ってて、でそれを踏まえた上で MMO というゲームの経験とリアルの経験は別物なので、ゲーム内という点では年齢がいくつだろうが同じ土俵で同じスタート地点なわけです。もともと、これ僕自身の個人的な考え方なんですけども、年が上だから偉いっていうことはないっていうふうに考えてて、この考えはこのゲームの世界にはそのまま当てはまるようには感じます。特に顔の見えない、基本はチャットという文字のやり取りだけなので、非常にコミュニケーションは取りづらく、実際伝えたいことがうまく伝えられないということもあります。その中で年齢とかよりもその人の人間性が見えやすいのかなとはちょっと思ったりしています。それを踏まえた上で FC とか LS を探して少し人間観察してみると、どういった環境が自分に合うのか見つけることはできるはずです。そういった人たちと、いくらゲームとはいえつながるということはリアルで考えるとなかなかないことなので、何かしらね、この世界で出会おうと思っていろいろコミュニティ探したりとかしてると、それに応じてね、やっぱりいろんな人との出会いがあります。そういった中でどういった人がいるのかなっていうね、まず話を聞いて取り入れていって、そこから役立ちそうだなとか自分に合いそうだなと思ったら、それを吸収して自分の環境づくりっていうのをしていけばいいのかなと思います。で、自分の場合はね、ちょっとこれ FC マスターやってるんで、そのあたりちょっと感覚は違うところがあるんですけど、だいたいその自分の過ごしやすい環境を作っていくっていうのは変わらないのかなと思います。その結果、自分の環境、自分の居やすい場所が自分の FC っていう状況が今作れてるので、そういったことを継続していけばやりやすい環境が生まれてくるのかなと思います。ちょっとゲームとはそれてしまうんですけど、これはリアルでも役立つテクニックなので、ぜひね、ちょっと覚えておいてください。少なくともね、このエオルゼアという世界は年齢関係なくフレンドができたりするし、そこからリアルにつながる人もいるので、悪いことばっかりではないです。例えばリアルでつながって、こうゲームのフレンドとして長年ずっと一緒に遊ぶゲーム友達ができたりとか、14の世界を飛び出してね、例えば別ゲーで言うとモンハンとか一緒にプレイして、もう本当にね、ゲームの関係だけにとどまらず、そこからリアルフレンド使って、要は友達ですよね、ができることもあるし、そこはね、年齢関係なくね、関係はできたりすると思うし、共通の趣味があるという点ではすごい話の合う人かなと思うし、さらには男女でね、まさかこうやり取りしてるうちに男女であるってことを気づいて、そこから仲良くなって、付き合って最終結婚にまで至ったっていうね、これは非常にごく稀なケースだと思ってください。あんまりね、夢見ない方がいいという話をして、現実味を帯びるとごく稀にそういう人もいるっていうことです。ただし、この人が集まる以上はいいことばかりではなくて、時にはね、衝突することも正直あります。その時もできれば感情的にならずに、
こう自分自身をね第三者目線で見てどうするかって判断すると楽かなと思います。まあ時にはねやっぱ感情的になる時もあるんですけど、そういった時は一旦ねその時に自分自身を第三者目線で見るって、これ2回繰り返してるんですけど、まあ、そういう感じでいけばいいのかなと思います。いろいろ言ってますが最終的な答えはこれです。覚醒とか関係ねえ、やりたいように遊びな。